新潟県長岡市、米百俵の精神が息づくこの町に誕生した米百俵プレイス未来へ長岡。人に出会い、学びに出会い、未来の自分に出会う場所。その架け橋になるべく、未来へはスーパーアンドロイドを誕生させた。長岡のさらなる発展のため、この地に息づく様々な面白を調べる彼の名はタイガー36。 Meet your future! タイガー36の未来へアドベンチャー。 Yo everybody、 元気かい？突然だが、みんなはこんな赤い道路見たことがあるかい？ファンキーじゃないか。雪が降ると水が吹き出るんだぜ。噴水みたいでエキサイティングだろ。みんな見たことあったよな。そう、これはみんなが住んでいる長岡市のような雪が降る地域の道路の特徴の一つさ。冬の雪道に悩んでいた雪国の人が考え出した消雪パイプっていうエクセレントな発明だ。今回は消雪パイプを生み出した雪国と雪についてレッツシンキングだ、変身。それでは行ってみよう。ヘイ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 、来たぜ来たぜ。長岡技術科学大学だ。世界レベルの研究をしている日本に2校しかない技術科学大学だぜ。はーい、紹介するぜ。雪氷工学研究室の上村教授だ。カモン。こんにちは、上村です。よろしくお願いします。私はですね、実は長岡市の川口地区の出身なんですね。川口というと長岡の中でもすごく雪が多いところで、そんなところで育ってきたこともあって、今は雪の研究をやっています。すごいすごい。でも、なんで雪のことを研究しようと思ったんだ？知ってますか？この新潟県の雪国って、日本の中でも特別に雪が多いところなんです。もっと言うと、世界的にもこんなに雪がたくさん降るところってそんなにないんですよ。で、そんな雪が多いところに、この何十万人も住んでるような大きな都市ができているところ、本当に珍しいんです。ふむふむ。そんな場所だからこそ、雪国の暮らしをもう少し便利にしたりとか、雪で困るっていう状況をなんとか減らしたりとか、もっと言うと雪のことをうまく使って何かお金に換えられるような産業ができたらいいなと思って仕事してます。でもやっぱり雪かきとかは大変だよな。ちょっと待って、雪かきって、まあ、大変だけど、大変なだけかな、楽しくしちゃおうよ。What? 教授、今なんて言いました？雪かきを楽しくですと？そう、雪かきって意外と楽しいんですよ。おお、知ってます？やったことあります？ちゃんと雪かきってすごく汗かきませんか？うん、全身運動でしょ。で、もう一人でやってるとなんか泣きたくなってきますよね。なかなか片付かなくて。教授、どういうことだ？みんなでワイワイやってると結構楽しいんですよ。で、目の前の雪が片付いて綺麗になるとなんか達成感あるでしょ。うんうんうん。だから僕たちは雪かき道場といって、いろんな方に来ていただいて、困ってる例えばおばあちゃんの一人暮らしの家の雪かきとかをみんなでやって楽しくやってます。本当にみんなでやると楽しいんですよ。どんな人たちと雪かきをしてるんだい？うん、特にね、雪国じゃないところの人がいいんです。雪かきやったことないから。で、雪かきに来てみんなでワイワイやって、で、終わった後一緒にご飯食べて、もう一緒におしゃべりするだけでみんな楽しくなっちゃうんですよ。だから雪かきって実は人をつなぐ力があるのかなって思ってます。それと僕ら今開発してるのは、なんと雪かきの量が分かっちゃうスコップ、ディグログって呼ぶ。で、どれだけ雪を掘ったかスマホに出ちゃうんです。で、さらに開発してるのは、雪かきが上手か下手かが分かってしまうスコップ。
さらにはさらには、うん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 、雪かきをしている人応援してくれるような喋ってくれるスコップ、そんなスコップ今作ってます。なんてエキサイティングだ、雪かきを楽しんでやるってナイスアイディアだ。実は日本の中で特別豪雪地帯と呼ばれている本当に雪が多くて大変な地域って人口の 2% しか住んでないんです。なんだって。ということは日本の国民の 98% から見たらワンダーランドなんですよ。イエス、ワンダーランド。世界で見てもこんな場所あんまりないって言いましたよね。ということは観光客は雪を見たくってくるんです、うん、だからそんな風にちょっと視点を変えたら僕らにとっては迷惑だな、厄介だな、大変だな、でもみんな他の人たちはすごいって喜んでくれる資源なんですよね。そっか、雪国にとって雪は観光資源なんだな。雪って何ですか。溶けたら何になる。溶けたら水になる。そうね、水になる、それが正解です。雪が溶けたら水になるということは、たくさんの雪があるということはたくさんの水があるってことなんです。だから雪国は大量の水があって、その水がとってもきれいな水なんです、うん、だから新潟ではとっても有名なものがありますよね。新潟で有名なものといえば、トキと上杉謙信と小林虎三郎に、あーイエス、米だ、あとお酒も。そうです、これだけのその綺麗な水がたくさんあるからこそ、この越後平野の広大な水田ができるんです。だから美味しい米がたくさんできるんです。その米から美味しいお酒ができるんです。さらにはそのお米で美味しいおせんべいもいっぱいできるんですね。そうなのか、雪っていろんなところで役に立ってるんだな。そうですよ、雪がないと新潟県成り立たないんですよ。さて、雪は水だっていうお話をしました。でも雪の特徴もう一つあるんですよね。わかるかな、雪って冷たいんですね。え、雪触ったらとっても冷たい、うん、この冷たいのって実はエネルギーなんです。これをもし雪が夏にあったらどうですか。そんなことできるのって思いますよね。上手に雪を取っておくと夏に雪を使うことができるんです。これを利雪と言います。雪を利用するというふうに書くんですね。例えばどんなことができるんだ、うん、夏に雪があるとその雪を使うだけで冷蔵庫が作れちゃうんです。だから電気いらないんですよ。しかも美味しくなる。わお、すごいんです雪の、冷蔵庫って雪室って呼んでます。その雪室ではどうして食べ物が美味しくなるんだ。不思議でしょ。実はね、冷蔵庫と全然違うんです。冷蔵庫って実は、5度に設定されています。でも5度ではないんですね。だいたい4度から7度ぐらいでいつも温度変化してます。それから湿度、湿気ですね。冷蔵庫の中の湿気って意外と少ないんですよ。湿度が 40% から 75% ぐらいということで、実は野菜とか乾いちゃうんですね。ところが雪室の中はいつも0度。なんだって。湿度は 100%、 野菜にとっては最高の環境なんです。しかも安定しているということで、お肉の貯蔵とか、それから嫌な匂いを吸収してくれるっていう性質があるおかげで、コーヒーも入れておくとえぐみが抜けるっていうことも分かってるんですね。そんなことしたら美味しい新潟の野菜がますます美味しくなっちゃう。本当だ。もともとね、新潟の食べ物って美味しいっていうことで全国的にも有名なんです。それが雪室に入れてもっと美味しくなったら、もっともっと有名になりそうですね。ひゃっはー、すごいぜ教授。雪室の他にも雪の冷熱エネルギーはどんなことに使われてるんだ。そうね、冷蔵庫の代わりになるっていう話をしました。実は冷房もできちゃう。なんだって。夏になるとみんながこう過ごす部屋とかエアコン入れますよね。あれと一緒です。雪に空気を当てて冷たい空気を作って戻してあげると、なんと冷房装置にもなっちゃうんですよ。
でそれが実は人間を冷やすだけではなくて、実はデータセンターというものの冷房にも今使われ始めているんですね。データセンターって知ってる？タイガーでデータセンター？みんなスマホ使ったりパソコン使ったりしてメールとか SNS とかいろんなことやってるよね。あのデータってどこにあるんだろう？わかんないね。どっかにあるんです。そのどこかにあるものをデータセンターと言って、例えばコンピューターのお化けぐらいのものだと思ってください。たくさんのコンピューターがビルの中にぎっしり入ってる、そんなイメージを持ってもらって、たくさんの熱が出ちゃうんです。電気をたくさん使ってたくさんの熱が出るから冷やさなくちゃいけないんですけど、雪を使って冷やすとタダなんです。すごいでしょ、電気使わなくて冷やせちゃうの。イエス、アンビリバボー、すごいじゃないか。雪もなかなかやるじゃないか。エクセレントだ。そうですね、雪ってすごいんです。雪国こそ SDGs だ。お、どうしたどうした教授、また急に大きな声で SDGs？ 突然ですが皆さん、 SDGs って聞いたことありますか？難しく言うと、サステイナブルディベロップメントゴールズということなんですけど、何のことかっていうと、世界中にある環境の問題とか貧困の問題とか人権の問題とか、みんなに共通する問題を、2030年までに解決していきましょうという目標のことなんですね。で、私たちが住んでる雪国で SDGs 考えると、実はすごいことだらけなんですよ。その理由は？さっき言いましたね、雪を使うと電気を使わずに冷房ができちゃう、エネルギーの問題に貢献できるんです、それから雪国って自分だけじゃなかなか解決できないことたくさんあるから、雪が降って大変だっていうと、ご近所のみんなと一緒に雪かきしたり声かけたりしませんか？それから一人暮らしのおばあちゃんとか、自分で雪かきできない人をみんなで助けてあげようとか、雰囲気がありますよね。だから困ってる人をみんなで助けようとか、みんなでちゃんと話し合ってみんなの中でルールを決めていこうとか、世の中を良くするっていう仕組みが雪国にもともとあるんです。ブラボー、まさに SDGs。 雪が地域づくりにまで役に立つなんて目から鱗ポロリだったぜ。上村教授、最後に何か一言よろしく。今日雪の話たくさんしてきました。エネルギーにもなるし、みんなが助け合う街づくりにもつながるし、雪があるからこそのこの地域が出来上がってるって分かったかな。だからみんなにはね、これから社会に出ていった時に、ああ雪国って素晴らしいんだなって自信持っていろんなところで自慢してほしいな。上村教授、サンキュー。雪国に生まれてよかったぜ。みんなはどうだった？雪は好きになれたかな？みんなの考え方や使い方で、雪をはじめとする自然環境は害にも恵みにもなるんだ。みんなで上手に自然環境との付き合い方をこれからも考えていこうぜ。君はいつだって君だけが持っている純粋な瞳で未来を見つけ出せるのさ。さあ準備はいいか？You can fly!